まる散歩のお時間です。今日はね、1月16日、ということでね、トランプ、前大統領が、日本時間1月16日の、午前11時、以降からね、重大発表をするということについて、その発表する前にどんなことを発表があるんだろうかということを昨日、マル散歩でお話をしました。そしてね、予告通り実際にトランプ大統領がどんな重大発表をしたのかっていう答え合わせをしましょうってことで、昨日ねお話をしたわけなんですが、まあ、たくさんの方にね、今まで、私の、このチャンネルをね見てない方にも随分見ていただいて、それなりにね高評価ボタンもいただいたりもしております。ありがとうございます。実際じゃあ答え合わせはどうだったのか、そしてさらに、このね重大発表の中で、言っていない、ことがあります。実は裏に隠れていることがいろいろあるんだよね。そのことについても、まあ丸散歩だからあんまり長く話をしない10分以内くらいにねまとめなくちゃいけない、コーナーなんですが、できる限りね、詳しく重要なところを話をしたいと思います。まずねトランプ大統領のこの重大発表のニュースはね民放のテレビでも、これね、同時通訳をつけながらね、発表されてますね。 YouTube でいろいろと上がってます。これを見ていくとですねなかなか大変なんですけど、まあ、相当長い演説なので、まあこういうものをね見るのに不慣れな方は結構長く見ていくのはねちょっと辛いかもしれないので、ギューッとかいつまんでトランプ大統領がどんなことを話していたのかということについてお話をします。まずね冒頭から言ってきたことは、まずトランプ大統領が4年間大統領をやっていた時にどういう実績があったのかということについて、トランプ大統領がまとめています。まずね、かつてのアメリカの大統領の中では最も、国内の、ね、経済が発達をした4年間だったということをまとめています。これ実績なので事実ですね。そしてそれからこれもものすごく重要なことなんだけど、トランプ大統領が4年間でやったことは一度も、他の国に対して戦争をしなかったってことなんだよね。これね歴代のアメリカ大統領の中で初めてのことなんだよね。それは本当に特筆すべきことであって、これね本当に トランプ大統領の優れてるところなんだよね。だから、私は4年間の大統領として、それなりの、アメリカ国民に対して、貢献をしてきたということをね明確に言ってました。そして、ところが、2年前に、バイデンさんにねジョー・バイデンさんに、まあ、票がね負けてしまって、でバイデンさんに代わってアメリカはどん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 、国の情勢が悪い状態になっているってことも、細かくいろんなことを言っています。まずねエネルギー問題でも失敗してしまったんだよね、ということもあるし、このままいくと実は、第三次世界大戦にアメリカは巻き込まれていく可能性があるということまで、お話をしていました。ただ、まあ、トランプさんの、ね、スピーチ非常に素晴らしいんですが、私はエレガントにこのスピーチを続けていこうと思うっていうことで、まあ、ジョー・バイデンさんがやった政策は、間違っているということも言ってるし、ナンシー・ペロシさんがね、クビになったというようなことも言ってますが、汚い言葉を使ったり、ひどいことの言い方をしてないですね。これが大変素晴らしいことだと思います。そして、まあ重大発表って一体何だったのかというと、2024年の、選挙にね、出馬をいたしますという出馬表明をはっきりしたということなんだよね。これが一番重大な発表だったということなんです。でもね、まあ、拍子抜けした人もいっぱいいたと思うんだよね。だって
まあ、トランプさんのことをね、応援している日本人もたくさんいるわけですが、僕もその一人なんですけども、トランプさんが2024年に出馬、をするなんていうことは誰も疑ってなくてね、まあ、それはするでしょうって思ってるわけですよ。しかも、トランプさんは2年前の選挙で負けてしまったんだけど、これは完全に不正選挙であって、本当はトランプさんに票が集まっていたものを、これを何らかの形で書き換えられてしまって、バイデンさんが当選するように仕掛けたというね、まあ本当に選挙のね、闇のことだったんだよね。それを何度も何度もトランプさんはいろんなところでいろんな証拠を出して、これは不正選挙だったってことを言ってきています。でもね、そのことが今回の重大発表の中の問題ではなかったんだよね。でも、これね、やっぱりね、本当にスピーチ聞いてて、いやトランプさんってまあ、格が違うなっていう感じはしましたね。本当にね、まあ男らしいですね。そして、はっきり言っています。世の中はグローバリズムになっていて、グローバル化を進めているけども、トランプさんが、推し進めてあるのはナショナリズムであるってことなんだね。アメリカファーストということを言ってますが、これから重要なのはグローバル化していくことではなくて、自分の国をまず第一に考えて、自分の国の国民が重要なので、王様が偉いんではなくて国民が偉いので、国民を立てるべきだっていうことをずっと言い続けてるんだよね。これをね、今回の演説の中でも、まあ、非常に、ナチュラルで、しかも美しい言葉でこの話をしてました。そして最後に演説を締めくくったのは、強いアメリカを取り戻す、誇りのあるアメリカを取り戻す、希望のあるアメリカを取り戻すっていうことを言ってます。それからアメリカ人というのは、いわゆるワスプだけではなくて、ヒスパニック系であるとか、それから、他のね、アフリカ系の、人であるとか、いろんな、人種が混じってるけども、正式なアメリカ国民となった方たちは全員アメリカ人なんだ。そのアメリカ人がみんな、自分のね、自由と平等を分かち合えるような、そういう、正々堂々とした国にしていくんだってことははっきり言ってますね。これは素晴らしいことだと思います。で、重大発表があるという話だったんで、どんな重大発表なのか。例えば、ドルをね、新しい通貨にしてレインボー通貨にするというようなね、話であるとか、それから、ネセラゲセラについて話をするだとかね、そんなことも、まあ、憶測があったわけなんですが、それらについては具体的には話をしませんでした。でもね、これ本当によく見ていくと面白いんだけどね、ぜひね、見てもらいたい、私以外の YouTube があります。マドマーゼル愛さんという方なんですが、僕もね、とっても尊敬をしている方です。昨日挙げた愛さんのこのトランプ前大統領のスピーチの裏に隠れていることを、まあかなりズバリ話をしてましたね。これね、さすが愛さんだなって僕は正直言ってうなりました。うわ、すごいこと言ってんなっていうね、本当にすごいですね。まあ、直接皆さんがね、愛さんのチャンネルに行って見てもらった方がいいと思いますけれども、まあ、簡単に言うと、本当のことは、ストレートには言うことができないんだってことを言ってますね。で、比喩的に実は隠されたことを、実は、この、重大発表の時に実は裏で分かるような、読み取れることのできるようなメッセージの発信の仕方をしてるって言ってるんだよね。まあすごいですね。愛さんが言う、おっしゃってることをかいつまんで言いましょう。どういうことかというと、2年後の、選挙に出馬をする。で、その出馬をするんだけど、その時に重要なのは、まあ、また改ざんをされてしまって、
表面上はトランプさんが再選しないということになる可能性は本当はあるということを知っているということなんだよね。そうなった時にどうするのかというと、トランプさんはもうアメリカの大統領ではなくて共和国の大統領に勝手になるぞっていうことを、自分で、まあ、暗黙の、比喩を使いながら実はその覚悟を示したっていうことを言ってます。僕もねそれはありえるなと思ってますね。昨日の話でも言いましたけれども、トランプさんは実際にはね、アメリカ軍、要するに、軍だよね、軍隊、軍部は完全にアメリカ軍の軍部はトランプさんの手の内にあるわけなんだよね。だから当然クーデターを起こす気になればクーデターも起こせる。でもアメリカ全体をクーデターにするわけではなくって、アメリカの一部になると僕は推測をしていますが、その中に勝手に独立宣言をしてアメリカ合衆国ではない共和国を作って、その共和国の大統領になるっていうことをその覚悟を示した発表だったと僕も思っています。なので2年後のね選挙で、まあバイデンさんがまたなるのか、まあバイデンさんは無理だろうなと思うので別な方をね、立ててくるであろうけども、その人たちになったって別に構わないよと。そんなね、もう世界的に力も なくなってしまったアメリカはもうくれてやると。その代わり私は私でこのアメリカの国土の中で共和国を完全に独立国としてアメリカ合衆国とは切り離してそれを作ると。その中でおそらく今までのドルではない、まあレインボー通貨と呼ぶのかもしれないけども、新しい力のある国際的な競争力のあるものをね自分の王国では作るんだっていうことをすることになると思います。ということはね、昔ねアメリカが南北朝時代みたいにねこの南と北に分かれていたっていうような時代があるんだけど、そんな時代にね、これから突入する可能性があるってことなんだよね。2年後にすごいね、まあなかなかすごいですね。アメリカが、いわゆる合衆国としての一つのものではなくって分裂をするということを実はトランプさんは、裏で暗喩を使って、出していったってことなんだよね。まあすごいことになりますね。それをしないと第三次世界大戦になるぞっていうことなんだよね。まあこれはねあと2年日本にはどんな影響があるでしょうね。現在は残念ながら岸田総理が行っていることは、これはトランプさんが行おうとしていることの真逆のことをやっています。ウクライナをね応援したりとか、これねウクライナを応援するとどうなるかっていうと、逆にね第三次世界大戦に突入する可能性が高くなるんだよね。だから本当はこれはダメなのさ、ということですね。この辺はねかなり政治のことも詳しくないと分かりづらいところなので、女性の方はねちょっと、分かりづらいところもあるかもしれません。でもね、興味のある方はねいろいろと YouTube の中であれば、まあ、マスメディアでは言っていない、国際情勢、それから、アメリカが今どうなってるのかっていうこともいろんなところで情報が出てます。僕のところもね、女性の方でも分かりやすくな、理解してもらえるために、簡単にねかいつまんでそんな話をしました。ということでね、まだまだこれに関してはいろいろともっともっと奥が深いことがあるんですが、これからね本当にアメリカだけではなくて世界がどん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 変化を遂げていくことになると思います。一つだけね昨日僕が予測したことで外れたことっていうかね、こうなったら困るなということで危惧してたことが、それが、起きなかったことがあります。
16日はね、日本の中で、まあ、大津波であるとか大地震であるとか火山の噴火であるとかね、そういうなんかこうアラートが鳴るようなことが起きる可能性があるっていうことを、も話をしましたけれども、まあありがたいことにそれはなんとか急に終わって、そういう変な事件はね、日本の中では起きませんでした。そこに関してはね、ちょっとね、心配させてしまったかもしれない、不安を煽ってしまったかもしれないというのはごめんなさい、でもね、僕はそうならないようにというのも陰で祈るということもしていました。ということで、今日の話もね、良かったと思う方はぜひ、高評価ボタンだけど事務局後にメッセージが来たんですが、高評価ボタンを押そうと思って間違えてバッドボタンを押してしまいましたっていうねメッセージが来ました。でもそれは、バッドボタンじゃなくて、まあ、押してしまった人の名前も書いてあったね、私ですので気になさらないでくださいっていうメッセージがわざわざ来たんですが、いやいやいや、それは間違って押してしまった場合は、もう一回高評価ボタンを押せば、バッドボタンは消えるので、間違えて押してしまった人はね、そのまま僕の、低評価につながると、ちょっと残念なことになっちゃうんで、間違えて落ちてしまった場合は、まあ、慌てずにもう一回高評価ボタンを押してください。そして、昨日の、動画はね、新しく見てくださった方もたくさんいたので、チャンネル登録者数も若干ですが増えました。まだチャンネル登録をしてない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして明日からもね、丸散歩いろいろと、有意義な話をしていきますので、どうぞそちらの方もね見ていただけれたら嬉しいです。ということで今日も見てくれてありがとうございます。じゃあまたね、明日も見てね。